それはグードキング。こんにちは、メモです。カルトです。よろしくお願いします。お願いします。だいぶ遅れましたが、ベアトーリス、バチバチにして使ってきました。こいつ強いっすね。うん、他のガチャ券にちょっと目行きがちでね、触れられてなかったんですけど、やっと強化して使ったんですけど、これ、4号の環境、まあ特に星5制限とかでは、まあこれ使いますね。なんなら、貫通なんで、その、他、地下とか、まあ、乱菊とかが今強いのかな感じだけど、まあ、貫通での選択肢っていう面では、もうこいつやっぱ飛び抜けてるなって思いました。まあ、地下とかも十分強いんですけどね。結局、反射だから、だるいって盤面も、まあ、あるのかな。今のところだったらそんなにない気もするけど。ね、こいつなんか強いなって思いました。あと、エデンね、もう適当ななんか、5、6連れてくくらいだったらこれでやった方がいいわマジでこれは下手な5、6キャラより水戸駅全然強い。ほらこれ見てわかる通り、やっぱ超絶拡散弾っていかれてるんだなっていうのがわかる、映像だとは思いますね。ね、ユーブ乗っちゃってるもんね。それね、これユーブのだから、ね、これはなかなかやっぱいいキャラだな今回の。まあリゼロコラボの一つの目玉であるんじゃない、制限で活躍してくれるキャラってことでね、まあ、闇なんでなんか別に火とか水とか木とかそこら辺適当に連れてってもいいしね。フリー属性がないんで、まあ、貫通の共有上やキャラがようやく出てきてくれたなって感じですかね。まあ、マーズとかはいたんですけども、マーズとかはもう友情が、まあ、強いは強いけど、なんだろう、もう演出も呪いしちょっと使いづらかったかなって感じはある。他のやつと比べるとね、まあランゲルとか地下と比べると、まあ、こいつはいいよ。素早く友情が出てくれるし威力出してくれるんでめちゃくちゃ使いやすい。で SS ターンチャージ M 持ってんだよね。だからそうってことは、なんだろう、こいつ自体の SS を打つというよりはなんか一体めちゃくちゃ強いSS キャラ作ってあげてみたいな。だから例えば全員とかね、チャージしてあげて最後で打ってあげるとか。制限クエでも溜まっちゃうような。まあ溜まるんじゃない、ね、ターンチャージ M だったらね。だからこいつベアトリス3体と全員1体とかもうあるかなとか思ったり、まあ、地下とかはもともと短いからね、ほぼ打たんとは思うんだけど、打ったら敵死ぬし、まあ、地下の強いとかはそれがあるから。チャードやキャロ、同じ闇だしね、はい、減速回持ってるんですよねこいつ。そうだね、うん、で殴りのところだったらその保力はそこまで高いわけではないけど、超前スイーパーなんだよね。そこがいいよね。整備でなんかそういうことされても、いずれに殴るステージが出てきてもベアトリスが活躍できるんじゃないかなって感じかな。でこれ SS っすね。で SS なんですけど、バーって紫で出やってるじゃん。これ属性っすね。属性友情、属性全体攻撃みたいな感じ。そうだからイグノーで使ってたんですけど、軽くそのイグノーとかでもこれ通ったんで、まあ属性優勝ですね、はい。そこまでそこそこダメージを出してくれる、まあ、星5制限では打つ機会がないかもしれないけど、まあ、一応属性なんで、もしエレメントエリアとか出てきちゃってもこの SS がいけるよみたいな感じですね。じゃ最後に SS で、やっぱ近くにいると拡散弾強いんで、もうエデンマジで普通にね、まあ今でもいいあれなんですけど、まあ、下手な星56連れてくより強いっす。まさかね、星5キャラにって感じしようか言うけど、いやほんまよまあだからリゼロかけて始めた人とかこれ持ってるからだいぶ楽なんだよ。だってエデンの曲速攻強いでしょこれで。作れるねマジではい。でエルトラドも行ってみました。まあ超マインスイーパーで殴れるプラス、まあ友情も強いよみたいな。もともと友情のステージではないんですけどね、友情がやっぱり思った以上にヤバくて、そのパワーアップオールとか気にしなくてよかったよってところを見ていただければと思います。はい、これ SS です。これもうちょっと出てるね。案外火力出るでしょうね。パワーポールのステージなんですけどね、まあもうぶっ壊されてるとはいえ、
4号でこの火力出せるのはやっぱりいいなって思いましたね。で、拡散弾は近くにいるほどいいんで、この1とかに当たるとね、いい火力出せるんじゃない。ちょっとずれちゃったけど、はい、すいません。これはミスだね。いや、配置っす。配置っすか。あ、これ配置っす。いいとこ行ったね。いいとこ行ったわ。首だってさ、そう、ストレートネックらしいっす。皆さんも気をつけてください。スマホをいじる際は現代病っすよ。そうガチで、起きた時に激痛が走りまして、腕なくなったかと思った。ここ右半身なくなったかと思うような激痛が走った。マジで気をつけた方がいいですね。僕とかその凝りとかあんま感じない人だったんだけど、ビビったね、さすがに。初めて整骨院に行きました。そうだね、宮本昔から怪我とかしなかったからね。そう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 だから普段さ、あの怪我しない超健康体、俺超生命体だと思ってるから自分のことを。はいはい。だからそれほどの激痛が走って俺死ぬんかなって思って、うん、今までこんな痛み感じたことないわみたいな痛みだったから、だからあとすごい痛みにびっくりしたね。普段からさ、なんかちょいちょい痛くて病院通ってる人は慣れてるかもしれないけどさ、普段全く病院行かない人がさ、一回そんな激痛与えられたらさ、不安になるのよ。だから分かる。そうびっくりしちゃいましたね、本当に。あんま下向きすぎてね、スマホいじんね。そう、下向き、そう。でもこの仕事から絶対無理じゃん。高校やろ。やりづらもう絶対死ぬ。集会とかできんわ。できんな。逆にこうやったら腰痛めそうだわ。だからこれからちょっとちょいちょい整骨院通おうかなみたいな。あと温めた方がいいらしいね。結構楽してね。そう。はい。まあちょっとご飯かけなかったですけど、ベアトリス、まあ、友情やっぱり強いっすね。友情ブーストの乗る超絶貫通拡散弾 EL3 で、4号では最近まあチカと、はい、ランギクがやばいとは思うんですけど、貫通キャラの強友情っていうことでね、注目なんじゃないかなとは思います。なんか4号強くなってってるなんかよくわかんないけど、まあそうだね。だんだん制限とかも俺もう廃止でいいと思うけどね。リアルな意見言っちゃうと。まあでもそうしちゃうとね、4号キャラがね、あんまり使われなくなってしまって、もう肩身狭くなるよっていう、いやもういいよ、もともと狭かったんだからとは俺は思ってるんですけど、まあ4号っていうクエストがあるんでね、そこで活躍してくれるんじゃないかなとは思います、主には。はい。まああとはちょっと注目してるのは未開24とかを、今まだ来てないんで試してないんですけど、注目してるって感じかな。まあ因縁素壁貫通ってことは、はい、ってな感じで今回です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。